と持ってますね。持ってますね。いや、川口さんも相当こんばんはミスるタイプじゃないんだけどね。そうですね、珍しい。さあ川口さん、この嫌な流れ断ち切りたいですね。そうね、やっぱり川口さんも流れに乗ってしまえばもう 2,3 本パパッと取り返せるぐらいのやっぱり実力を持ってるので、結構ね、この落とした試合を次の試合大事だよね。大事ですね。次負けるとね、結構ね心折れるんだよな。さあ2球戦、やはり球を跳ね返したり吸収できるとは言っても弱手今日の見分けといい、難しいっぽいね。その判断は難しいですよね。気がついたらやっぱり体力これだけ差が離れてしまっているので。そうね、サンさんもこうちゃんと的を絞らないように。結構サンさんの球の打ち方がかなりリフレクトしづらい感じだね、多分ね。うわうわ、遠距離大パン、うわこれ対策完璧ですね。完璧ですね。タッチ系の置きどころ、そしてスライディングに対して先端でスカル位置から壊しアパカなど、うわー見てる、これはすごい。こうなるときつい。この対策はすごいな。うわーこれはうまい。しっかりここは中盤からスパイラル決めて投げを通す、裏投げめくりかめくりいって、さあ今のもなんか若干のタイミングで表裏変わりそうですね、なんかね、うまい。あの辺りの判断も難しそう。さあ体力リードはしているんですが、うわあ、ここからどうする、ウルコは使わない、やはり球ですね。ああ、あと配線が使ってもいい。ああ、今度ミスが目立ってしまう。流れに乗り切れてないですね。さあこのなんだ今のは。さあ遠距離戦、球跳ね返して密着まで持っていったがまた離れる。ああ EX は跳ね返せません。どうする。ああ球の打ち合いで負けてしまう。さあこれで3対0、サンタローマン、サンタローマンが3、川口ローズが0です。まだ本日我々はですね、コメントの方も申し訳ないんですが見れておりません。すいません。はい、なので申し訳ないんですが、あれ実況早い。お、コメント見れるようになりましたね。実況も2秒とか早いから映像が遅い。なるほど。今ちょっとキムが頑張ってやってくれてはいるんですが、ちょっと申し訳ないです。せっかくのいい勝負なんですけどね、本当申し訳ないです。実況早いか、こっち見てやった方がいいのかな。あ、なるほど。いや、じゃあそうですね、ちょっと多分試合の音声の方ももしかしたら早いのかな。さあちょっとこのままやってみるんで、もし早かったらまた教えてください。そうですね、申し訳ないです。ちなみにスコアの方はですね、今サンタローさんが3-0と3対0でリードしております。さあ川口さんゲージを入って近づいていくんですが、しっかり対空はされてしまうと。ちょっとキムの方がですね、いろいろと調整はしてくれているんですけれども、申し訳ないです。うわーっとぐらつぶし。さあコパンで暴れつつ、もうしっかりとスパイラル見ている。この辺りの反応さすがですね。さあたまあっと4対0。サンタローマンすげえな、おいやっぱ2試合目の、負け格勝ったんで、そうですね、ちょっとあそこから完全に乗っちゃいましたね。さあ川口さん、はい、じゃあ、現在 4-0 ですね。三太郎さんが4連勝。三太郎さんと1本取ると分岐点。はいはい、さあ今回も三太郎マンのペース。うわーっときつい。いやー、小技の置きどころが本当うまいです ね。いやー、あとちょっとウルコン、ローズ側のウルコン2があんまり33がかなり対策してるから、機能してないですね。あとスパイラルの見極めとかもうまいですね。そうだね、距離によってのこの辺りもしっかり自信があるんでしょうね、やっぱり。うわー、うまい、追い返し方がうまい。うわー、最後は投げ、これはちょっと心の間を通ってくるあー、中盤対空はしっかりかわしていく。あ、さあウルコンを、さあこれはダメージ取れるか、取れるか、取れるか、中距離、じゃあ投げはしっかりガップ。さあ投げが使ったところに入ってあるぞ。あー、心折れる。これで 5-0。 三太郎マン強し。まあでも川口さんならここからも全然逆転できるぐらいの実力があるので、川口さんの心が折れてなければね、まだチャンスあります。いやー、三太郎さんも、結構やっぱりパナシどころとかって当たるタイミングでパナしてくるんでね。うまいですよね。その辺はやっぱり読み合いが。関係ないらしい。サンさんはサガとローズはサガといけるっていう、もう相当有利って言ってますね。でも確かにそれをなんか体現してるかのような試合内容にはなってますよね。やばいね。さあこのちょっとしたお見合いになったところでもしっかりと勝っていく、この辺りは流れが持ってますね、やっぱり。あっとしっかりからの、あっとこれで終わるか、終わるな。倒しきりますね。いやー、ちょっと内容が良すぎますね、三太郎さんの。そうですね、こうなるとちょっとローズどうすんだろう。ちょっと穴が見つからないという形ですかね。さあ、うわー、やっぱりこの辺も見てるな。いやー、これすごいな対策完璧ですね。やばいね。球の打ち合い、中距離戦、さらには技の対策。ローズ側が今あれですね、あまりゲージを有効な形で吐きてないですね。ちょっと苦しい形でしか吐きてないので、さあこの、やはり球の緩急がうまい。あっと近づく間にもう体力がない。さあこれでスコアは 6-0 ですね。 6-0。 ねえ、これ川口さん、これローズどうすんねんこれっていうコメントが、あれキム、さあこれが第7試合。第7試合。はい。いやー、これ心折れてる感はちょっとねあるな。うわー、うまい。本当に見てるな。スパイラルに対してあそこまで反応できるのはなかなかきついですね。なんかね、サンさんさっき話聞いたら普通に9割方返せるらしいです。意識しとけば。じゃあ中盤の後っていうのがある程度決まってて、ただね、弱スパイラル打たれると負けるらしいね、アパカは。なるほど。その読み合いがあるらしいんだけど、ただだから時々 EX アパグ打ってるタイミングがあると思うんだけど。なるほどなるほど。さあ1ラウンド目、盤石の体勢で取っていく。さあ球を打ちつつ、おっとここでこかして球を重ねられなかった。ウルフォーになってからこの辺りありますよね、やっぱり若干のディレイスタンディングでその辺りで少しタイミングが出るという。さあ EX ゲージ入っていって球、さあ球で押し込んでいくが、さあしっかり球を対処して体力を削られず近づいていけるか。いやー、しかしサガット側の連携も強い。追い払う行動がうまい。さあ中盤スパイラル決めて、さあ中盤あとこれはガードになってしまうが、さあカンカンクラウド、あれだ、今のがやばい。タッチ中継で追い払いつつですね。さあ大足、さあ中盤を置きつつ小足小パン中盤からしっかり。このコンボ難しいんですよ。これでこれ取りたいぞ。スライディング先端当てていく。先端当てて一つ球がなくなるがまだ継続。さあスパイラル削っていった。結構削った。うまい。しっかりとセミキャン飛ばれたところは裏に回って小足からコンボ。さて、うまい。遠距離で EX 確認。しっかりと EX の球で追い打ちをして車中距離戦。さあ前下も見ている。うまい。台形で耐久して、さあこの辺りの球打ち合戦ちょっと息を飲むぞ。今のところサガット側が球打ちでは圧倒的に場を支配している。うまい。 EX からしっかりワンコンボ決めるが、勝負どころ分かっている。ダメージを取りたいと思ったところにアーパーカーが置いてある。さあ今度はバックステイ、しっかりと距離を離す。アーパーカー、さあおくらせぐらつぶしの後は投げるんです。選択肢が豊富ですね、三太郎さんの。さあこれでスコアは 7-0 ですかね。7-0、今、サンタロさんが何連勝してるか、その勝ち数がそのままですね。7-0 です。はい。さあ、残すところサンさんはあと3本で勝ちです。いや、すごいな、サンタロさんに今、ゴブレる人っているのかな。まあ、公園 G 面ぐらいでしょうね。なるほど、出しゃばっていく。公園 G 面さん、なるほど。さあサガットが近づいていくぞ、どんどん近づいてグラス虫などもしっかりしていく。近距離が怖いサガットなのに近距離戦がすごく怖い。しゃがみ大パンの置き方、上もね、わーっと抜けるが届かず、しっかり対策はしてるんですけどね。さあ EX アパが中盤グラつぶし、さあ投げは通らなかったが EX のスパイラルがガードされてしまう。さあ流れを変えたいね。これうまい。EX のアパが今のはスパイラルとあとノーマルの球だった場合っていうのが、ノーマルのアパがだと届かないのかな。球だとダメですね。ぽいですね。なので嫌だから EX にしたと。そう。中盤分かってる。素晴らしい判断。この判断スピードの速さはなんだ、やばいっすね。はい、さあサンタローマンがあと2本、川口さんまだ取れず、川口さん応援してあげてください。これも見えてる。さあ中段バックスでかわせ、さあセリバックしていったが、ここでもう EX の球の打ち方うまいな。今のスパイラル食らってましたけどサンタさん反応してましたから ね。さあここは引き算で第2位になってしまう。さあ裏投げ通して球を重ねる中盤、さあここまで体力を減らした。さあ当たるか、あるか、ウルコンを決めて、これ決めないぞ、投げを通す。さあアパカ読みのバックスで、さあ EX のスパイラルをしっかり削っていく。削り確定、いい判断。しっかりやられたら嫌なアバカとかの回避をしつつの判断、そうですね、今のは冷静な判断ですね。さあダンプ攻撃が入るが、さあここでワンコンボ決めていく。さあアバカ打っていたところにしっかりと追い打ち、さあこれはコンボの火力が高い。画面端ここで倒しきれるか。さあ中足下球と離していき、さあ中足小足球 EX にさらにはグラップル、はい、さあここの距離の高い強い、さあ大交換して、さあ球打ちつつウルコンだ。これはどうだ、サンタロさん動いてるか、動いていた、取り返す。さあここで1本取って返した、取り返しましたね。 8-1 ですか、あるよあるよ、あります、あるよ、川口さんいけるよ頑張れ川口さん頑張れ。すごい今更なんですけど、アーケードのウルフォンのコイン投入画面のロゴ画面っていうんですか、変わったんですねあれ何で変わったんですか、あれこそ追加で変わったんですか。うん、8万アルゴスで手がいつ解放されました。僕今日初めて見たんですけど、ウルコン間違えたどうしますね、大丈夫だ、これでいいそうです。ウルコン間違ったけどこれでやるそうです。さあこれは勝ってる方の余裕ですね。そうですね。ただしかし三太郎さんならスパイラルに対してこのウルコン1とか当てそうだな逆にこっちでもいいのかもしれないですね。あ、確かに。うん、三太郎さん自身でもウルコンを変えるタイミングとかあるんですかね。普段は結構固定してやられてるイメージなんですけど、結構長期戦になったりするともしかしたら変えるタイミングもあるかもしれないですね。動きを変えてきたことによってこれが逆に流れを変えるのかもしれないですね。いやー、しかし玉打ちがうまい。さあ、さばききれない。ああ、EX させてしまう。リフレック返して、ああ、ここで EX でしっかりと追い払う。さあ、三太郎1ラウンド目選手。いやー、うまい。アパカの対応、そしてバックステにもしっかりエミリオで大パンを当てていく。うわー、 EX のアパカパスあたりでも OK、 相手に流れを渡さない。 EX のアパカ完璧すぎる。動いてるの見えてるぞ本当に。うわー、分かってる。ここのあたりもしっかり見てますね。うわー、 EX のアパカ強い。小足、さらにはグランドタイガー。すごいな、この対応力、判断能力といい、完璧ですね。さあ、三太郎さんが今9-1、リーチが開けましたね。さあ、粘れるか。さあ、三太郎版リーチでございますよ、吉健さん。リーチ。リーチです。あら、さあ、足払い戦勝って、さあ近づくが、さあここで弱スパイラルで打っていっているが、ここは折り返す。ローズ側がやはり崩しが厳しいのかな。さあ中パンでグラズブしつつ、さあバックでかわしていくが、しっかりと EX サパー、小足、小足、小足、小パン、中足、さあうまい、中足からスパイラル当てて、さあグラ潰しも狙っていく。しかしこの距離、この距離が怖い、近寄れない。かといってローズは上からは行きづらいぞ。うわ、うまい。 EX の球2発当たった後にしっかりコンボをさらに追撃して、フルコンがどうなる、これが生きるか。しっかりグラップして、さあ今度は投げを通す。体力的にはワンコンボ決めないと倒せないが、しっかりここは対処していく。さあセビバックしてでかわしつつ、うまい、しっかりと球を見ての EX のスパイラル。さあ川口ローズまだまだ粘りますよ。さあうまい、球を跳ね返しつつ、さあこれはセビを割っていく。さあここであるよ、アパカが使ったところ打っていって、ここでさらにワンコンボ。さあこの試合は完璧に川口ローズのペース。うわー、見てるー。しかし体力はしっかりとリードしているぞ。このままいけるか。さあ大パン対空が今のは、さあ球を打って近づいていく。さあここでローズ側がウルコンを発動、これは当たるのか、当たらず。しかし追い払ってしまう、追いつかれた。さあ中距離、さあスライディング当てて、さあ EX の球、さあ足払いを混ぜつつ、球を回避しつつ、さあこの辺りで下球を抜けれるので、いきたかったがしっかりと中パンとスパイラル。さあ粘る、これで9対2、9対2。さあすいません、私全くコメントを見えていないので、本当に皆さんコメントを書き込んでいただけるのに申し訳ないです。さあこれが反撃ののろしとなるのか。さあ大事なこれが12試合目。さあ EX も入る、切り返して、さあ川口さんの技も通り出したが、しかし負けじとスパイラルに対して対策を取るアパカが機能する。さあうまい、しっかりと球を返しつつ、さあうまい、読み合ってしっかりと球の呼吸に合い出しましたね。さあうまい、スパイラルさらに決めていく。さあ早打ち OK じゃないですか。さあスライディングでした球もかわしつつ、さあ中盤、さあ投げは通らなかったが、まだ体力リード、大幅リードだぞ。さあうまい、さあパカはしっかり読んでいた。さあ川口さんペースを握ってきましたね。何が変わったんだろう、具体的に意識の置き方なのかな。あ、うまい、三太郎さんの行動に対処できるようになってきた感じですかね、だいぶ。でもしっかりとこの辺りの普段からやっているエミリオは絶対に忘れない。1番小足、さあ小判刻んで画面端で固めるぞ。サガットが画面端で固めて、あ、ここで対空が出なかった、表か。さあ大パン、さあこのまま流れを持っていきたい。さあゲージを吐いてでも近づいていく。さあ今度はウルコンゲージも入っていく。さあリフレクト、球を避けようとするがダメだったか。さあここ取りたい、取りたいよこれ。さあ球を合わせていく。スライディングに対して小足やバカ、三太郎さんがこれでリーチですね。川口さん良くなってきたね、動き良くなってきましたね。良くなってきましたよ。やはり勝ち確逃した試合が痛かったっすね。流れ的に一気に持ってかれましたからね。さあ EX アパがしっかりと反応、さあグラスルも入る、画面端投げを回避して、さあコパン暴れ、もうこれも芸術だな。投げ、さあ体力の目の字だったった、最後はコパンで終了。10先は10対2で三太郎さんの勝利。これはすごい試合でしたね。じゃあちょっと実況させていただきましたが、どこと思います。お疲れ様です。